ギジェルモ・バロス・スケロットは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州ラプラタ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。双子のグスタボ・バロスケロットもサッカー選手である。現在は、パラグアイ代表の監督を務めている。地元のクラブでヒムナシアイ・エスグリマ・ラプラタでキャリアをスタートさせると、1997年に、ボカジュニアーズへ移籍した。 4度のリベルタドーレスカップ優勝、2度のトヨタカップ優勝など2007年の在籍時までにボカの選手として最多の15タイトルを獲得。ボカでは通算302試合87ゴールを記録した。名実ともにボカのシンボルとしてファンに愛された。さらに個人通算17タイトルはアルゼンチン人選手として最多記録であり、アルゼンチンサッカー史にもその名を刻む。 名選手である。2007年4月19日、コロンバスクルーへ2年契約で移籍した。2008年には、メジャーリーグベストイレブン、MLS カップ MVP、またメジャーリーグの MVP に選出された。2011年に、自身のキャリアスタートクラブであるヒムナシアイエスグリマ、ラプラタイ復帰。十八歳でありながら、クラウスーラ2 0 1では十九試合で二百七十分を、 超える試合出場という体力面での衰えを感じさせないプレーを見せた。しかし、チームは位に低迷し、過去3シーズンの獲得ポイントが、裏勘と並んで、同率17位となり、17位18位決定戦を行うこととなった。裏勘に勝利して、自動降格は免れたが、ナショナル B3 位のサンマルティンとの入れ替え戦で2戦。 合計2から1で敗れ降格が決定した。チームが降格することが決まったが、最後まで、精力的に走り続けたギジェルモニファンカルロスセイ、リージョ、に駆けつけたファンは、声援を送り続けた。2012年7月、CA ラヌースの監督に就任した。2016年3月1日、ボカジュニアーズの監督に就任した。2019年1月2日、 ロサンゼルスギャラクシーの監督に就任。しかし、2020年10月30日に解任された。2021年10月20日、同胞のエドゥアルド・ベリッソの公認として、パラグアイ代表の監督に就任した。上記の話は、僕アルゼンチンの情熱において語られたものである。ありがとうございます。